祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり、舎那宗寿の花の色、乗車必須の断りを表す。さっくり平家、さっくり読んでいきます。午前中、少々読めるといいですね。さてさて。定本は中央公論社館平家物語絵巻、全12巻、いよいよ11巻も最後です。サムネイルは明星大学さんのものをお借りしております。昨日は有名な腰越城の話をさせていただきましたが、おっとひーちゃんさん、お茶ありがとうございます。ひーちゃんでいいかな。今日は午前中から読ませていただきますね。うん、よいしょ、お茶お茶、私も飲もうかな。昨日は有名な腰越城というくだりを読んでですね、実は私はあまりこう平家物語とか全くこう詳しくなくて、好きだから読んでるっていうふうに思われがちなんですけど、本当に初見で読んでて、場面場面はね、有名な話とかは、枠組みは知ってたんですけど、もちろん読んだことはなかったんですよね。でもまあ昨日なん、結構ここには詳しい人もいらっしゃってて、昨日は腰越は僕ん家の近くなんだっていう人とかね、来たりしてね、そこの、手紙を書いた時の墨を吸った池があるよとかね、そんな豆知識を教えていただけるので、なんて言うんでしょう、こう大河ドラマとかを NHK で見ると、番組が終わった後にその歴史機構みたいな感じでね、ちょっと現在の様子とかが映ったりするじゃないですか。そんな感じでね、楽しくね過ごさせていただいてます。さて今日はですね、その涙なしには読めない手紙の後でございますね。捕まってしまった、生け捕りにされてしまった大井戸の親子がどうなるか、ここから読んでいきたいと思います。よいしょ。平家物語絵巻、巻の第11下、大井戸の中罰のこと。原文、去るほどに鎌倉殿、大井殿に対面ある。おわしけるところ庭を一つ隔てて、向かいなる矢に据え立て祭り、すだれの中より見出し玉いて、壁の藤四郎義和を持って申されけるは、そもそも平家を頼朝が私の仇とは夢思い立てまつらず、そのゆえは故入道小国の恩許され僧らはずんば、頼朝いかでか助かるべき。さてこそ24年までまかりすぎ僧来しか、されども朝敵とならせたまいて、後は急ぎ追悼すべき義の院前を賜って僧らえば、佐野見王子にはらまれて上命を背くべきにもあらねば、これへ迎え立てまったり、去りながらもかように御見山に入り僧らいぬる ことこそ、返す返すもほいに僧らえとぞ申されける。義和このことを申されんとて、大井殿の御前へ参りたりければ、居直りかしこまり、多毛像悔しき。諸国の大名、小名、王う、波いたりける中に、今日のものいくらもあり、また、平家の家人たし者もあり、皆妻はじきをして、あないとおし、あの御心でこそ、かかる御目にも合わせたまえ、居直りかしこまり、たまいたればとて、今さら御命の助かりたもうべきか。西国にて、いかにもなりたもうべき人の、生きながらとらわれて、これまで下りたもうも断りかな。と言いければ、下にも、と申す人もあり、また、涙を流す者も多かりけり、その中にある人の申しけるは、猛攻新山にあるときは、すなわち110、古い小津完成のうちにあるときは、すなわち王を振って時期を求むとて、竹木虎の新座にあるときは、桃の毛玉のおじ恐るるといえども、取って檻の中に込められてのちは、王を振って人に向こうらんようにいかに竹木大将軍も運つき、かくなってのちは
心変わるならになれば、この大井殿もさこそおわすにや、と申す人々もありけりとか、ありけるとかですね。第一弾、現代語訳。さて鎌倉殿頼朝は先の内大臣宗盛に対面をした。宗盛はみんながこう受水を、壇の裏で負けてね、受水をするときに、受水をする気持ちがなくて船端でぼーっとして立ってたところを家来にね突き落とされるんですね。それでも泳ぎが達者なもんでぷかぷか浮いて助かろうと泳いでいたところを捕まってしまっていたという非常に情けのない大将ですね。それで庭を隔てた向かい側の建物の中に宗盛の座を設け、頼朝はすだれの中からこれを見て比企の党四郎義和をして向上をさせた。直接はお話をしないんですね。だからね、一体この頼朝は平家を私の仇などとは夢にも思ってはいません。お父さんが平家によって殺されたわけですけどね。続き、その理由は故入道相国清盛殿がお許しにならなければ頼朝はどうして助かることができたでありましょうか。実際にはこう清盛のですね、義理のお母さんがですね、実際には池の大納言の実母になるんですけれども、命乞いをしてですね、ちょっとこの頼朝ちゃん許してあげてよということでですね、清盛に言ったわけですね。それで伊豆に流罪ということで許されたわけですが、続き、だからこそ以来20年余り今日まで今日まで過ごすことができたのです。しかしながら平家が朝敵となられてからは急いで追討をするようにと院宣をいただきましたので、後白河法皇からですね、命令をいただいたので、このように天皇の支配をされる土地に生を受けました以上、勅命に背くこともできず、あなたをここへお迎え申し上げました。とはいえ今このようにお目にかかる機会ができましたことは返す返すも本望です本望ですと言った。義和がこの次第を申し上げようと宗盛の前へ参ったところ、これを見た宗盛が座を正してかしこまったのは誠に残念なことであった。諸国の大名や小名が数多く列座していたが、その中には京の者どもも混じっており、また元平家の家人であった者もいた。これらの人々は一様につまはじきをして、ああ残念なことじゃ、あんなお心だからこんな目に遭われるのだ、居住を正されたからとて今さらお命が助かるというでもなし、西国で最後を遂げられるはずのお方が生け捕りとなってここまで連行されて おいでになったのも当然のことじゃと口々に言う。すると「まっことまっこと」と同調する者もあり、また涙を流す人も多かった。その中には猛獣の虎が新山にいる時は多くの獣が多く恐れおののくが、捕らえられて檻の中に入れられれば尾を振って時期を求めるというではないか、餌を求めるというではないかと、いかに勇猛な大将軍といえども運命がつき、このように捕虜となった後は心変わりするのが普通のことじゃ、今この宗盛殿も定めしそうでいらっしゃるのではなかろうか、という人々もあったとか。第2弾、方眼洋々に陳事申されけれども、景時が残言の上は鎌倉殿さらに持ちいたまわず、大井戸の親子を愚子立てまって急ぎ登りたもうべき吉井のたまう間、6月9日の日また大井戸の親子を受け取り立てまって都へ帰り登られけり、大井戸のはかように一日も日数のぶることをうれしきことにおぼしけるこそいとおしけれ、道すがらもここにてやここにてやと思われけれども、国々しゅくしゅく宿宿打ちすぎ通りぬ終わりの国の内海というところあり、これは
人とせ子様の神義朝が忠せられしところなれば、ここにてぞ一条切られつらんと思われけれども、そこをもついに過ぎしかば、さては我が名の助からんずるにこそとおぼしけるこそはかなけり。右衛門の神はさは思いたまわず、かように熱き頃なれば首の存ぜぬように計らいて、都地こうなってこそ切られんずらめと思われけれども、父のあまりに嘆きたもうがいたわしさにさは思われず、ひとえに念仏のみぞ進め申されける。現代語訳、宝願源の義経はさまざまに申し開きをしたが、梶原景時が残言しているので頼朝は全く取り上げない。ただ先の内大臣平の宗盛親子を引きぐして急いで都へ立ち返るよう下知をしたので、義経は6月9日またしても宗盛親子の身柄を受け取って都へ登ったのであった。宗盛がかようにして一日でも日数の伸びることをうれしく思ったのはいたわしいことであった。上洛の道すがら、ここで切られるのか、この場所であろうかと思ったけれども、東海道の国々宿々を次々と通過をしていった。尾張の国に宇都宮というところがあった。ここは伊西利子様の神源義朝が切られたところであるから、きっとここで首をはねられるのであろうと宗盛は思ったが、そこをも無事に通過をしたので、さては我が命は助かるのであろうかと期待を抱いたのはまことに頼りない空頼みであった。しかし右衛門の神平清宗はそうは思わなかった。こんなに暑い時期なので首が腐敗しないようにと考えて、都近くになってから切られるのであろうと思ったが、父宗盛があまりにも嘆き悲しんでいるのが哀れで、そのようには言わないでひたすら念仏だけを進めた。いや、やはりその死を受け入れられるかどうかっていうのはちょっと大きいですね。受け入れられないと、なんか年取った人の方が受け入れられないっていうのはちょっと、どうなんでしょうね。ちょっとお待ちください。はい、失礼しました。なんか若い息子の方がね受け入れられてるのは不思議ですけどね。やっぱりこう平家の話を読んでても死に様ですね。最後の時をどう迎えるかっていうのはちょっと考えさせられますね。さて、それでは続きですね。第3弾。同じき23日、近江の篠原の宿に着きたも、昨日までは親子一緒におわせしかども、今朝より引き分かって別のところに据え立てまつらる。宝願、情けある人にて、三日時より人を先立てて、人を先立てて、前時式のためにとて、大原の本勝坊丹後と申す聖を生じ下されたい。大井戸の前知識の聖に向こうてのたまいけるわ。さても右衛門の神は伊豆国早漏やらん、たとい神戸をこそ跳ねられるとも、むくろは一つむしろにふさんとこそ思いしに、
生きながら別れぬることこそ悲しけれ、この17年が間、一日変死も離れず、こたび西国にていかにもなるべかりし身の、生きながら囚われて、今日鎌倉に恥をさらすも、ひとえにあの右衛門の神ゆえなり。とて、泣かれければ、聖り哀れに思われけれども、我さえ心弱うてはかなわじとや思われけん、涙をしのごい、さらぬ手にもてなし。哀れ、高きも卑しきも、御内の道は思い切られぬことにて候らえば、まことにいさこそはおぼしめされ候らめ。賞を受けさせたまいてよりこの方、楽しみ栄え、昔もたぐい、たぐい候らわず、一点の君のご外戚として、少女の位に至らせたまえば、今生の護衛が、一時も残るところましまさず、今、またかかる御目に会いたもう御ことも、前世の宿業なれば、世をも、人をも、神をも、仏をも、恨み申し、恨みおぼし召すべからず。大盆王宮の神前城の楽しみ、覚えばほどなし、言わんや伝行長老の下界の妙においておや、通り天の奥千歳、ただ夢のごとし。39年の過ぎさせたまえ剣もわずかに一時の間なり、誰かなめたりし不老不死の薬、誰か保ちたり剣頭部聖母が命、真の思考のおごりを極めたまえしも、ついには離山の塚にうずもれ、漢の武帝の命を妙を惜しみたまえ剣も、虚しく塗料の苔に口にき、性ある者は必ず滅す、釈尊いまだ戦乱の煙を免れたまわず、楽しみ尽きて悲しみ来たる、天人なお御水の日に会えり、とこそ受けたまわれ、されば仏は、我心時空、在福無主、肝心無心、抱負十謀とて、善も悪も空なりと感ずるが、まさしゅう仏の御心に、御心に愛可能ことにて候らなり。いかんなれば、弥陀如来は五行が感しゆいして、起こしがたき願の起こしましますに、いかなる我らなれば、奥奥万王が感、生死に輪廻して、宝の山に行って手をむなしゅうせんこと、恨みの中の恨み、愚かなるが間の中の悔しきことにては候らわずや、今は夢夢余念をおぼしめすべからず、とて懐疑保たせ奉り、しきりに念仏を進め奉れば、大井殿もしかるべき全知識とおぼしめし、たちまちに妄念の翻し、西に向かい手を合わせ、交渉に念仏したもうところに、立花の馬の城金奈が太刀を引きそばめ、左の肩より大井殿の御後ろに立ち回り、すでに切り立てまつらんとしければ、大井殿念仏を止めて、右衛門の神をすでにかとのたまいけるこそ哀れなり、金奈が後ろへ寄るかと見えしかば、首は前にぞ落ちにける、全知識の聖も涙にむせび、たけき者の子供も皆袖をぞ濡らしける、この金長と申すは平家総伝の家ににて、なかんづく心中納言友盛の京のもとに長席至高の侍なり、さこそ世をへつらう習いとは言いながら、無下に情けなかりけるものかなとぞ人皆懺悔しける。一文字さん、こんにちは。お茶ありがとうございます。お、ひょこっと出てきたかわいい生き物が、それでは現代語訳。なかなかこう、なんか運命のいたずらというわけじゃないけど、なんて言うんでしょうね、このやるせなさ、なんか脱力系ですね、この話はね。それでは現代語訳。6月23日、近江の国、篠原の宿に到着をした、ここは滋賀県の安郡ですね、今のね。昨日までは父子親子が同じ宿であったが、今朝からは別々の宿所に引き離された。宝願義経は情け深い人であったので、
都へ三日の皇帝のところから人を使わして、引導の使とするため、引導って引導を渡すっていう言い方ありますけど、まさにお葬式やってるのは何かっていうと、引導作法ですね。向こう側に導いてあげるというですね、その引導の使とするために、大原の本正坊丹後という高徳の僧をこの篠原の宿にお、ま、招き下しておいた。この人はどんな人でしょうね。ちょっと私は勉強不足なのでわからないんですけれども、宗盛はその丹後に向かって、一体右衛門の神はいずこにおりましょうや。たとえ首を切られようとも、意外は同じ室の中に横たわろうと思っていましたのに、生きながら別れてしまったことは悲しいことです。この17年間というものは、宗盛とは一日変死も離れたことはございません。この度の西国の戦で失うべき命をかように捕虜となって、今日鎌倉に、今日と都や鎌倉に生き恥をさらすのも、ひとえにあの右衛門の神清宗のためであったのに、とさめざめと泣き濡れた。聖は哀れに思ったが、自分までも心弱くなってはならぬと考えたのであろう。涙を押し拭い、平静さを装って言った。ああ、身分の貴賤にかかわらず、親子の恩愛の情は立ちがたいものなれば、まことにそう思われることでしょう。しかしながら、この世に生を受けて以来、楽しみ栄えなされたということは、昔にも例のないものでした。帝のご外戚として大臣の位にまでお上りになられたのですから、今生の栄華は何一つ残るものはございませぬ。今このような目にお遭いになることも前世の宿業であれば、世の中も人も神も仏もお恨みになってはいけません。まあ確かにね、やりたい放題やったじゃないのと言われればそれまでですよね。 続き、大梵天王がその王宮で深い禅定に入っておられる楽しみも考えてみると、幾ほどのこともありません。ましてや、雷電や、稲光や朝露のような一瞬の下界の命はまこと儚きもの。天上の通り天にあるお方の寿命は億千歳と伝えていますが、すべて一畳の夢のようなものです。今あなたが39年の生涯をお過ごしになったこともほんの一時の間に過ぎません。39ってことは結構若かったんですね。もうちょっと年いってるのかと思いました。平家の総帥なのでね。さて、それでは続き、誰が不老不死の薬をなめたでしょうか。また誰が、東王府西王母、仙人たちですね、道教っていうか、中国のですね、不老不死の、不老長寿の仙人ですね、そのような長寿を遂げたでしょうか。おごりを極めた秦の始皇帝もついには骊山の墓に埋葬され、始皇帝のね、お墓っていうのは兵馬俑で有名ですけどね、日本にもたまに来てたりするので、私も見に行きたいなと思ってます。来年あたり来るのかな、今年かな。ゴートマさん、こんにちは。今日はいい日ですね。はい、そうですね。春のこちらもいい天気で、雲は出てますけど気持ちはいいですね。はい、続き、また命を惜しんだ桓武帝も、この人もよく平家物語の中に出てきますが、非常に中国が武力の時代だった頃ですね、前漢の時代ですが、非常にこう国が栄えた時代ですね。戦争もいっぱいあった時代ですが、蘇武とか司馬遷とか、李瀨、中島敦有名なね、あの時代の人ですね。虚しく、塗料、お墓のですね、苔の下に朽ち果てました。命あるものは必ず滅す。釈尊でさえも火葬を免れることはできなかった。楽しみが尽きれば悲しみが来る。天人ですら五水の日に会うと聞いています。天人というのも死ぬ時にはですね、
非常に苦しみを味わって、その兆候として5つのこう現れが出るそうなんですね。なんか冠の花がしぼむとかね、汗が出てくるとか、なんか臭くなったり、こう人からこうあんまり他の天人から見捨てられるとかね、なんかいろいろあるみたいですね。続き、さればシャクソンは我心自空、在福無主、関心無心、法不成法と説かれて、善も悪も空なりと考えるのが仏の御心にかなうことなのです。阿弥陀如来が五行という長い間考えを巡らして衆生を救おうという誠に起こしがたい大願を起こしていらっしゃるのに、この五行の阿弥陀さんっていうのは阿弥陀さんでですね、見たことないですかね、すごいアフロみたいな、犯罪的なアフロみたいな頭になってるのがあって、それってこう五行の間考えてたら髪の毛が伸びちゃってパンチパーマがすごいでっかくなっちゃったっていうやつですね。続き、ですね、どうして我々衆生は億億万光という長い間生死の世界をさまよい、宝の山に入りながら手を虚しくして帰るのでしょうか。恨んでもあまりあり、愚かといえばこれほど愚かなことはございません。今はただ決して念仏往生の以外のことをお考えになっては なりませんと言って、戒を授け、まあ誤解でしょうね、おそらくね、しきりに念仏を進めたのであった。これを聞いた宗盛はいかにもありがたい仏道への導きと思い、たちまち、これまでの妄念を捨てて西方に向かい手を合わせ、高尚に念仏を唱え始めた。そこへ立花の引け、立花の馬の上金長が太刀を引き寄せて左の方から宗盛の後ろに回り、今まさに切ろうとしたところ、宗盛は念仏をやめて止めて、右衛門の神清宗はもう切られたかと尋ねたのは哀れなことであった。金長が再び後ろに回ったと思った瞬間、首が前に落ちた。これを見た聖も涙にむせび、勇猛な兵士たちも皆袖を濡らした。いや、なんか映画の一コマみたいなシーン、映画のシーンみたいですよね、これね。すごいな。やっぱりこう感性って昔から変わらないんでしょうかね。実はこの金長というのは、平家十代の長代ですね、平家代々の家人で、とりわけ新中納言平の知盛に朝夕志向した侍であった。知盛はね、みんなが受水したのを見届けた後ね、受水してますね。いくら世に迎合するのが習いとはいえ、あまりにも情けないことだと人々は皆恥ずべきものだと思った。赤文字が出ていますが、もう少々ね、もう少々続きますので、少し超えるかと思います。第4弾、右衛門の神にもまた千のごとく懐疑保たせ奉り、念仏進め申されけり、右衛門の神全知識の聖に向かってのたまいけるは、さても父のご最後はいかがましまし将来するやらんとのたまえば、めでたうましまし将来する御心安うおぼしめされ将来と申されければ、右衛門の神今は浮世に思い置くことなし、さらば綺麗とて首を伸べてぞ切らせける、こたびは堀の八太郎地下つね切り天下り。現代語訳、右衛門の神平の清宗にも、まあ息子ですね、先の丹後が父の宗盛同様に戒を授け念仏往生を進めた。清盛は聖に向かって、ところで父上のご最後はいかがでござりましたかと尋ねた。ご立派なご最後でございました、ご安心あそばしませと申したので、右衛門の神清宗はこの上はもはや思い残すことはござらぬ、ならば切れと首を前に差し伸べる。すると今度は堀八太郎近常がその首を切り落としたのであった。いや、なんて言うんでしょうね、一種のこの残酷絵のようにですね、首が本当に落ちて血が吹き出しているようなところを私の持っている絵巻は書いてございますね。さて第5弾、ムクロオバ金長が沙汰として親子を一つ穴にぞうずみける、これは大井殿のあまりに罪深うのたまいけるによってなり、罪不幸かのたまいけるによってなり、
同じき24日、大井戸の親子の首、都へいる顕微士ども三条河原に出向かって、これを受け取り、三条を西へ、東の東院を北へ渡して、獄門の左の大内の木にぞかけられける。現代語訳。宗盛親子の遺骸は、立花の金長の指図で一つの穴に埋葬した。これは先の内大臣宗盛がまことに罪深くも離れがたいと言ったので、このような処置が取られたのであった。6月24日、宗盛親子の首が都へ入った。検非違使の一行が三条河原に出向いて、これを受け取った。三条通りを西へ進み、東の東院を北へ引き回して、獄門の左の大内の木にかけ、さらされたのであった。第六段。昔より三民以上の人の首、王子を渡されること、異国にはその例もやあるらん。我が町にはいまだ戦場を聞かず、平時にも信頼の今日は裁かりの悪行人たりしかば、神戸をばはねられたれども、王子をば渡されず、平家にとってぞ渡されける。西国より登っては生きて三条を東へ渡され、西国より帰りては死にて三条を西へ渡され、生きての恥、死しての恥、いずれも劣らざりけり。現代語訳。昔から三民以上の人の首が都王子を引き回されることは、異国はともかくとして我が国においてはその先例はなかった。平時の乱において藤原の信頼はあれほどの悪事を犯したので首を切られたが、王子を引き回されることはなかった。平家になって初めて引き回されたのであった。西国から都へ護送されると、生きて六条を東へ引き回され、西国から帰ってからは死んで三条を西へ引き回された。生きての恥、死にての恥、いずれも劣らぬ大変な恥であった。確かに公暁の、首は引き回さないっていう、晒さないっていうのは確か前にも出てきましたけど、その時もね、これは根拠、まあ、日本初めてのことであるって感じでやってましたね。さて、サムネイルを見ていきましょう。ちょっと今日でも寒いですね。足元がちょっと冷えます。大井戸の中罰のこと。宗盛と清宗の親子は護送先の鎌倉で頼朝と対面をする。まあでもこういうふうにですね、違う建物に座っててですね、その間に、まあ、庭というかあるわけですね。それで、奥に座っている御簾の巻き上げたところに座っているのが頼朝ですね。で、手前側に座っているのが宗盛と清宗の親子で、その前にいるのが、誰でしたっけ比企能員か。それで命を惜しんで、命を惜しんでですね、頼朝の前でかしこまるわけなので、座を正しているので、それが見苦しいと、逆にね、宗盛がですね、見苦しいと。で、宗盛親子はついに、近江篠原の宿で切られて、首は都で獄門にかけられたのであった。非常に悲しい話ですね。以上で、第11巻が全て終わりました。残りはですね、12巻ですね。切り替わったばかりなので12巻に突入しようと思います。よいしょ。さて、それでですね、問題なんですけれども、あ、ひーちゃん拍手ありがとうございます。12巻はですね、ここの明星大学さんが12巻を持っていないんですよね。なのでサムネイルがないんです。なので、ちょっとね、残念ながらないので適当なものを出しますね。
はい、それでは参りましょうか。なので、もし、12巻の情報が入った人はね、明星大学さんにご連絡をしてあげてください。それでは参ります。「平家物語」「牧野第十二条」「重衡の斬られ」。次はですね、生け捕りになったもう一人、重衡はどうなったか。第11弾、猿ほどに、本山美の中将、重衡卿おば、加納介宗茂に預けられて、こぞより伊豆の国におわしけるが、何との代衆しきりに申しければ、さらば、使わさるべし、とて、玄三味の入道の孫、伊豆の蔵人の内部、頼家に仰せて、ついに奈良へぞ渡されける。こたびは都の中へは入れられず、大津より山科通りに、醍醐寺を経て行けば、日野は近かりけり。この北の方と申すは、鳥飼の中納言の娘なり。五条大納言、国綱の養子、先帝の御乳母、大納言助の局とぞ申しける。中将一の谷にて生け捕りにせられたまいての後は、先帝につき参らせてましましけるが、壇の裏にて海に沈みたまいしかば、もののふの荒けなきにとらわれて、きゅうりに帰り、姉の大夫三味に同塾して、日野というところにぞましましける。三民中将の露の命、草場の末にかかって、いまだ消えやりたまわぬと聞きたまいて、哀れ、いかにもして変わらぬ姿を今ひとたび見もし見えばやとは思われけれども、それもかなわねば、ただ泣くより他の慰みなくて、明し暮らしたまいけり。三味の中将、死後の武士どもにのたまいけるは、さてもこのほど、おのものの情け深う、法人せられる、せられけることこそ、ありがとう、うれしけれ。同じは、最後に、今ひとたび、法恩こうぶりたきことあり、我は一人の子をなければ、浮世に思い置くことなし、年頃ちぎりたりし女房の、日野というところにありと聞く。今ひとたび対面して、今生の御所のことをもいいおかばや、と思うはいかにとのたまえば、武士どももいわきならねば、皆涙を流いて、まことに女房などの恩ことは何か苦しゅう候うべき、とて許したてまつる。三味の中将、斜めならず喜び、これに大納言助の局の恩渡り候か。本山美の中将殿のただいま奈良へ御通り候が、立ちながら御家ご見参にいらんと候と人を入れて言わせられたりければ、北の方、いずらとて走り入れてみたまえば、相釣りのひたたれに織烏帽子来たる男の、痩せ黒みたるが縁によりたるぞそなりける。北の方、水の木は近く入れて、いかにやいかに、夢かやうつつか、これ入りたまえ、とのたまいける御声を聞きたもうにつけても、ただ先立つ者は涙なり。現代語訳。さて、本山美の中将、平重衡は、加納介宗茂に身柄を預けられて、去年から伊豆の国にいたが、奈良の大衆たちがたびたび身柄の引き渡しを迫ったので、ならば渡してしまえというので、玄三味の入道頼政の孫、伊豆の蔵人の内部、頼兼に命じて、とうとう奈良へ護送した。奈良の大衆っていうのは、大きなお寺のお坊さんたちですね。具体的に言うと東大寺とか興福寺ですけれども、南都の人たちと戦争をして 恨みを買ってるんですね。重衡は大仏も焼いちゃったしね。さて、続き。この度は都へは入れられないで、大津から山科を通り、醍醐に通ずる道を通ったので、重衡の北の方の住む日野というのは京都市の伏見区ですね。日野は近かった。重衡は警護をしていた武士どもに語った。この重衡は一人の子もない身なので、
今生に思い残すことはないが、長年連れ添ってきた妻が日野というところに住まいすると聞きました。今ひとたび大手五世菩提のことなど言い残したいと思いますが、いかがでしょうかという。武士たちも牧石ならぬ身なので、まあ木や石ではないのでって、生きているのでってことですね。人間だものですね、今風の言葉で言うとね。牧石ならぬ身なので、一度涙を流して北の方様のこととあれば差し支えござらぬ、すぐにもと許したのであった。三味の中将は大層喜んで北の方のもとに向かい、大納言助の局様はおいでか、本三味の中将重衡様がただいま奈良へご通過の途中ですが、立ったままでお目にかかりたいとのことですと門の中へ人を入れて言わせた。北の方がどこどこと走り出てみると、藍摺のひたたれに織江帽子をかぶった痩せ衰えて色の浅黒い男が縁の端に寄りかかっている。それが重衡であった。北の方は御簾近くに出てきて、これはまあ夢かうつつか、こちらへお入りなされませという。その声を聞くにつけても先立つ者は涙ばかりであった。なるほどね。助の局っていうのは、あの安徳天皇の、まあ乳母ですね。結局安徳天皇が壇の浦で受水をした時にですね、まあ一緒に後を追うんですけれども、捕らえられてしまうというわけですね。さてそれでは続き第2弾。大納言助殿は目もくれ心も消え果てて、しばしは物もの賜わず、三味の中将御簾打ちかづき、泣く泣くの玉へ蹴るは、五度の春津の国一の谷にて、いかにもなるべかりしみの、せめての罪の報いにや、生きながら囚われて今日鎌倉恥をさらすのみならず、果てはなんとの大主の手に渡されて、きらるべしとてまかり候。哀れ、いかにもして変わらぬ姿を今ひとたび見もし見え、立てまつらばやとこそ思いつるに、今は浮世に思い置くことなし、これにて頭を反り、片身に髪をも参らせとを揃えども、かかる身に、まかりなりて揃えば、心に心をも任せずとて、額の髪をかき分け、口の及ぶところを少し食い切って、これを片身にごろうぜよとて、立て祭りたまえば、北の方日頃おぼつかのをおぼしけるより、今ひとしを思いの色やまされけん、引き担ぎてぞ伏したもん、ややあって北の方涙を抑えてのたまいけるわ。二度の越前の三味の上のように、水の底にも沈むべかりしかども、まさしゅうこの世におわせぬ人とも聞かざりしかば、変わらぬ姿を今ひとたび見もし見えばやと思いてこそ、浮きながら今日までも長らえたれ。今までごしらえつるはもしやと思う頼みもありつるものを、ちょっと待ってくださいね。今まで長らえって読むんですかね。ちょっと長らえと一応読んでおきましょう。ごめんなさい。今まで、長らえですね。ごめんなさい。今まで長らえつるはもしやと思う頼みもありつるものを、さては今日を限りにておわすらんことよとて、昔今のことども
のたまいかわすにつけてな、ただつきせぬものは涙なり。現代語訳、大納言助の局は目もくらみ心も呆然としてしばらくは言葉も出なかった。三味の中将平の重衡は御簾を差し上げ顔を差し入れると泣く泣く語った。去年の春、摂津の国一の谷で討ち死にすべき身が罪の報いであろうか生け捕りにされて、今日鎌倉に、都鎌倉に生き恥をさらすばかりか、ついには奈良の大首に引き渡されて首を切られることとなり、奈良まで行きます。何としてでも変わらぬ姿で今一度、生きてるうちにという意味ですね、お互いに会いたいと思っていたが、今はこの世に思い残すことはない。この場で頭を剃り、片身に髪を手渡したいと思うが、このような身の上になってしまったので、それも思うに任せませぬ。というと、額の髪をかき分けて、口の届くところを少し噛み切って、これを片身としてご覧なされよ、と渡した。北の方は日頃、重衡の身の上を案じていた時にもまして、一層悲しみがこみ上げた様子で、内着を引きかぶってその場に泣き伏してしまった。しばらくして北の方は涙を押し拭うと、わらわとて、二位の天君、これは平の時子、清盛の奥さんですね。越前の三味の方、これは平の道盛の北の方。いわゆる小宰相という人ですね。それからのようにわだつみ、海底深く沈んで果てるべき身でございましたが、あなた様が本当にこの世においででないとも聞いておりませんでしたので、以前と変わらぬお姿でもう一度お会いしたいと思ったればこそ、つらい思いをしながら今日まで生きながらえてきたのです。今まで生きながらえてきたのは、もしやお会いできるのではと思ったればこそのことなのに、それでは今日が最後ということなのですね、と昔や今のことなどを語り合うにつけても涙の尽きぬことであった。なんかこの重衡は生き残ったっていうか、生け捕りにされたからっていうのもありますけども、その捕らえられてからのエピソードがいくつもありますね。しかも全部女性から、かっこいい人だったんでしょう。第3弾。北の方、あまりにお姿のしおれて三郎に、立て祭り変えよ、とて合わせの小袖に上衣を添えていだされたり、中将これを着替えつつ、元北前たる装束おば、これをまことにごろうぜよ、とて立て祭りたまえば北の方、それも去る御ことにては将来ども、はかなき筆の跡こそ、後の世までの形見にて侍へ、とて御すずりをいだされたり、中将泣く泣く一首の歌をぞ書きいたも、せきかねて涙のかかるからころも、後の形見に脱ぎぞ替えぬる。北の方、返事に、脱ぎかうる衣も今は何かせむ、今日限りの形見と思えば、ちぎりあらば後の世には必ず生まれ合い奉るべし、一つ八すにと祈りたまえ、紐をたけぬ奈良へも遠をそらえば、武士どもの末乱も心なし、とていでられければ北の方、中将のたもとにすがり、いかにやしばらく、とて引き止めたまえば中将、心の中をばただ押し量りたもうべし、されどもついにはながらえ発つべき身にもあらず、とて思い切ってぞたたれける、まことにこの世にて相みんこともこれぞ限りと思われければ、今ひとたび立ち返りとは思われけれども、心弱あてはかなわじと思い切ってぞいでられける。北の方は御簾の外までマロビーでおめき叫び たまいける御声の門の外まではるかに聞こえければ、
中将を涙に暮れて行き先も見えねば、駒を持つ早め賜わず、なかなかなりける剣山かなと、今は悔しゅうぞ思われける。北の方、やがて走りも入れておわしぬべう思われけれども、それもさすがなればとて、引き数いてぞ伏たも。現代語訳。北の方はあまりにもお姿がみすぼらしく見えますので、これにお召し替えなされませと言って、合わせの小袖に上衣を添えて差し出した。重衡は着替えながら元着ていたひたたれを北の方に渡し、これを形見となさるがよいと手渡した。北の方はそれもよい形見でございますが、仮染めのご筆跡こそ後の世までの形見となりましょうと言って硯を差し出した。重衡は涙ながらに一首の歌を書きつけた。咳かねて涙のかかるからごろも、後の形見に脱ぎぞ替えぬる。悲しみをこらえきれず、あなたの涙で濡れたからごろもを後の形見に脱ぎ替えて残してゆきます。これに対して北の方も変化を読んだ。脱ぎかうる衣も今は何かせん、今日を限りの形見と思えば。脱ぎ替えて残してくださった衣も今となっては何の甲斐がありましょう。今日が最後の形見になると思います。縁があったら後の世に必ず生まれ合いましょう。日も傾いてまいった。奈良への道も遠いので、武士どもが待ちあぐねていることであろうことも気にかかる。と重衡は出て行った。北の方は重衡のたもとに取りすがり、今しばらくと引き止める。重衡は我が心中を推察してくだされ、だからといって死罪を逃れられる身ではありませんと振り切っていく。この世で互いに会うのもこれが最後と思われたので、今ひとたび帰りたいとは思ったが、気弱くなってはならじと未練を断ち切って出て行った。北の方は御簾の外まで転がり出て声を限りに泣き叫ぶ。その声が門の外まで遥かに聞こえてきたので、重衡は涙に目がかすんで前方も見えず、容易に馬を進めることもできなかった。辛さの勝った対面であったこと、今は後悔したことであった。この辺の書き方うまいですね。あったために余計未練がこう書き立てられてしまって、余計悲しくなっちゃったっていうんですね。この心の火だというか動きというか、ここの書き方上手ですね。北の方もすぐさま走り出て後を追いたいとは思ったが、それもならず絹を引きかづいて泣き伏してしまった。さてさて、第3弾ごめんなさい第4弾。去るほどに何との大衆、三味の中将を受け取り立てまって、いかがすべきと戦議す。そもそもこの重衡の今日は大凡の悪人たる上、三千五計の中にも漏れ、朱印官下の道理極上せり、仏的法的の逆進なればすべからく東大寺興福寺領事の大垣を巡らして堀首にやすべき堀首にやすべきですね、ごめんなさい。またノコギリにてや切るべしと戦議する。老僧どもの戦議しけるは、そもそも仏陀の法には穏便ならず、ただ武士に問うで、骨のあたりにて切らすべしとて、ついに武士の程度返されてる。いや、お坊さんたちって意外と怖いですね。怖いな。現代語訳。南都の大衆、まあお坊さんたちは三味の中将平の重衡の身柄を引き、受け取ると、いかがいたすべきかと評議をした。この重衡の今日は滞在を犯した悪人たる上に、五刑に属する三千の刑の中にも見えない大変な犯罪を引き起こしたものである。
その悪因によって悪化を受ける道理は当然のことである。仏法の敵となった反逆のものなれば、東大寺、興福寺の外堀の周囲を引き回して、堀首っていうのはですね、よく海でね、ビーチサイドでこう首だけ出して埋めてるのあるじゃないですか、砂に。あれのこと。でもそんな別にリゾートなわけじゃなくてですね、まあ要するに体をね、地中に生き埋めにして首を切るわけですね。それで その掘り首にしようか、それともノコギリで首を切ろうか。いや、ノコギリだと苦痛が甚だしいわけですよね。というふうに論議をした一座の老僧たちが、それは僧徒の行う方としては穏やかではない、そりゃそうだ、ただ警護の武士に引き渡して骨、すなわち京都府相良郡木津町のあたりで首を切らせるのがよかろうというので、結局は武士の手に返されることになった。恐ろしいね、このお坊さんたちというのは。お坊さんといってもね、頭は剃ってるけれども鎧を着込んでいるわけでね、なかなかこの人たちは何をしに興福寺に入ったんだろう。さて、そろそろ赤文字が出るかと思うんですけど、もう少々この話が続きますので、読んでまいります。第5弾。武士、これを受け取りて骨川の旗にてすでに切り立て祭らんとしけるに、数千人の大衆守護の武士、見る人幾千万という数を知らず、ここに三味の中将の年頃の侍に馬の城友時というものあり、八条女院に剣山にて総来けるが、御西郷を見立て祭らんとて、鞭を打ってぞ馳せたりける、すでに切り立て祭らんとしけるところに馳せついて、急ぎ馬より飛んでおり、千万人の立ち囲うだる中を押し分け、三味の中将の御そば地区を参りて、友時こそ御西郷ご西郷を見立て祭らんとて参りて総来と申しければ中将、志のほどまっことに神妙なり、いかに友時あまりに罪深を覚えるに、最後に仏を拝み立てまって切らればやと思うはいかに、とのたまえば友時、安いほどの御子と候とて守護の武士に申し合わせて、その辺近き里より仏を一体迎え立てまって参りけり、幸いに阿弥陀にてぞましましける。河原の砂の上に据え立てまつり、友時が仮にでの袖のくくりを解いて、仏の御手にかけ、中将に控えさせ立てまつる。ああ、なるほどね。はいはい。中将、これを、控えつつ、仏に向かいて立てまって申されければ、伝え聞く、上達が三脚を作り、八万蔵の商業を焼き滅ぼし立てまったりしも、ついには天皇如来の鬼別に預かり、所作の在庫をまっことふかしといえども、商業に一癖し逆縁口ずして、かえって徳道の因となる。今、重平が逆罪を犯すこと、全く偶意の発起にあらず、ただ、世の利を存ずるばかりなり、将を受くる者、誰か大名を別女せん。妙を保つ者、誰か父の妙を背かん。彼とおぼし、これといい、自するところなし。利非、仏陀の将乱にあり、されば財宝を立ちどころに報い、運命すでにただいまを限りとす。後悔千万、悲しんで名をあまりあり、ただし三宝の境界は、利非心をもって心とするゆえに、再度の良縁まちまちなり、有縁行為。逆足是順、この門肝に銘ず、一年御陀仏、即滅無量罪、願わくは逆縁のもって順縁とし、ただいまの最後の念仏によって、苦言託生を継ぐべし、とて首を伸べてぞ打たせられる。日頃の悪行は去ることなれども、ただいまの御有様を見立てまつるに、数千人の大師も守護の兵士どもも、皆鎧の袖をと濡らしける。なんかもうちょっと落ち着いて読まないとダメですね。ごめんなさい。
なんとなく焦ってしまっ、焦ってっていうか、ダメですね、惰性で読んでますね。さて、現代語訳。武士どもが重衡の身柄を受け取って、小津川の河原で今まさに切ろうとしたところ、数千人の大衆、まあ、お坊さんたちですね、守護の武士、見物の人々が幾千万人とも知れず集まった。幾千万人って何千万人も集まったっていうわけじゃなくて、何千人も集まった、何千人かな、1万人かな、集ま、何千人かな、何万人かな、集まったっていうぐらいかな。さて、重衡が長年召使っていた侍の一人に、馬の城友時という者がいた。平家と八条女院の双方に仕えていた。八条女院っていうのは昨日もお話ししたと思いますけど、鳥羽天皇の皇女ですね。まあ、二条天皇の順母です。続き、非常にだからなんていうのかな、荘園とかたくさん持ってて、権勢があって、まあ、権力があった人らしいんですね。で、続き、重衡の最後を見届けたいと思って馬に鞭打って駆けつけてきた。今にも切られようとするところに到着をした友時は、急いで馬から飛び降りると、大勢の人垣を押し分け押し分けして重衡の傍ら近くに寄ると、友時が最後をお見届けしようと参上いたしましたと言上した。重衡は、その志まことに殊勝なことじゃ。ところで友時、我が身はあまりにも罪深く思われるので、今はの際に御仏を拝み奉った上で切られたいと思うが、いかがであろうかと問う。友時は、たやすいことでござりまする、と答えると、守護の武士と相談をして、付近の人里から仏像一体を迎え持ってきた。幸いにもその仏は阿弥陀仏であった。瓦の砂の上に据え、友時の狩り絹の袖のくくり緒を解いて仏像の手に結び、その一方の端を重衡の手に持たせた。わかりますかね。よくほら、阿弥陀さんに連れてってもらうときにですね、この平安時代の終わりぐらいから浄土教が流行った頃にですね、阿弥陀さんの手のところに紐を持たせてですね、それを臨終する人の手に握らせるんですね。今もほら、普通のいろいろなこう寺院の御開帳なんか行われる時にはですね、その実際にご縁を結んでもらえるように、そういう形にですね、信者さんに紐を触らせるようなことをしてますね。当時の、まあ、臨終行儀なんかにもその作法が細かく出てくるわけですが、まあ、そういうふうにですね、とりあえずある紐でですね、くくり用のその紐を取ってですね、その仏像の、ちっちゃな仏像のね、阿弥陀さんに持たせて、そのもう端っこの方をですね、重衡に持たせて、それで刑に臨むと、こういうわけですね。重衡はこれを手に持ち、仏像に向かって行った。伝え聞くところによれば、台場だった、お釈迦さんのいとこのですね、お釈迦さん殺そうとした悪人なんですけれども、台場だったは三逆罪を犯し、三逆罪っていうのは ものすごい3つの重い罪で、それを一個でも犯したら閻魔様の裁きを受けることなく地獄の一番ひどいところに直行するという、そういう罪なんですけど、それを犯し経典のすべてを焼き滅ぼしたけれども、ついには未来世において天皇如来になるという釈尊の証言というか予言ですね、これを賜り、諸行の罪は深いながらも仏の教えに巡り合った縁でかえって、悟りを得たと申します。まあ、これ法華経に出てくる話なんですが、この重衡が大逆罪を犯したことは、大逆罪っていうのはなんか、まあ普通は天皇に対する罪を言うと思うんですけれども、まあここでは多分その五逆罪とかね、その五逆罪っていうのは、父を殺す、母を殺す、アラカンを殺す、三眼をですね、教団を破壊する、それから仏の身体から血を流すということなので、まあ、ここではね、お坊さんたちを殺して、まあ、
南都と戦争をしたのでね、で大仏殿を焼いたことですかね。それを犯したことは全く私の意思によるものではなく、ただ世間の道理に従ったまで、命令があったからやったんだと、こういう言い方をしてましたよね。それで、その国に生きる者は天、あ、あとはですね、武官がそこまで命じてないのに部下がやっちゃったと。だけども、責任は将である私にあるというような言い方も鎌倉でしてましたね。続き、この国に生きる者は天子の命をないがしろにし、父の命に背くことはできません。事の利非善悪はブッダがお見通しのはずでございます。それゆえ私の犯した罪の報いはたちどころに現れ、運命も目前に迫っております。後悔は果てしもなく、悲しみは尽きません。願わくは仏の慈悲の救いによって逆縁をもって順縁となし、最後の念仏によって九品の浄土へ往生できますようにと言って首を前へ差し伸べ切らせた。これまでの悪行はともかくとして、このありさまを見て数千人の大衆も守護の武士どもも皆涙を流したことであった。ここまで引っ張りますか、重衡の話は。そうかそうか、なかなかこの人も魅力的なキャラクターの一人ですね。さて、なんか時間が切り替わったばかりで、もうちょっと続きますので、もう少し読んでいきますね。もうそろそろお昼ですね。 それでは第6弾。首尾は般若寺の門の前に釘付けにこそしたりけれ、これは三塗る自称の合戦の時、ここに打ち立って伽藍の焼き滅ぼしたまいたりし、ゆえとぞ聞こえし、北の方この由を聞きたまいて、たとい首をこそはねられるとも、むくろは定めて捨ておいてぞ、あるらん。取り寄せて強要せん。とて腰を迎えに使わされたりければ、下にもむくろは瓦に捨ておきてぞありける。これを取って腰に入れ、日の絵描いてぞ帰りける。昨日まではさしもゆゆしげにおわせしかども、かように熱き頃なればいつしかあらぬ様にぞなられける。これを待ち受けて見たまいける。北の方の心の中押し量られて哀れなり。首尾は大仏の聖春浄坊、重玄か、各都のたまえば大衆に恋受けて、やがて日の絵ぞ送られける。さてしもあるべきことならねば、その辺近き法界寺という山寺に入れたてまつり、首もむくろも煙になし、骨をば荒野へ送り、墓をば火の二層せられける。北の方やがて様を変え、古き隅々にやつれ果てて、かの御世菩提を弔いたもうぞ哀れなる。現代語訳。平重衡の首は奈良坂、奈良市のですね、般若寺町というところにある、その般若寺の門の前に釘付けにして晒された。これは去る治承の合戦、西暦1180年の折に重衡がここに立って奈良の伽藍を焼亡させたからである。重衡の北の方はこのことを伝え聞いて、たとえ首は切られても死骸はそのまま捨て置かれてあるに違いない、迎え取って供養したいものだと腰を差し向けた。果たして瓦の中に重衡の遺骸が捨て置かれてあった。腰に乗せると日野に持ち帰った。昨日まではあれほど立派であったのが、暑い時期であったので早くも目も当てられぬ姿になっていた。これを待ち受けてご覧になった北の方の心中は垂涼するなに哀れであった。いや、確かにそうですよね。首がない死体っていうだけでかなり来るものがね、ましてや自分の旦那さんでしょ、あると思うんですけど、それがね、暑さでこうすごいことになってたら、ちょっと普通の神経ではね、それ引き取れないよね。タフだよね、すごいな。続き、首は大仏の聖春浄坊重玄にこの旨を申したので、大衆からもらい受けて日野に送り届けてきた。
そのままにしておくこともできないので、やがてその近くの法界寺という山寺に入れて、首と遺骸を火葬に伏し、骨は高野山に残し、やっぱり高野山なんですね。墓を日野に作った。そして北の方はすぐさま落飾をして、墨染めの衣をまとい、やつれ果てた姿で長く重衡の五世菩提を弔ったのは哀れなことであった。なるほどね。以上で重衡切られ終わります。なんかサムネイルがですね、サムネイルじゃテロップがこのまま 大井殿になってましたね。ごめんなさい。あと20分ございますので、次の段が非常に短いのでここを読んでしまいますね。大地震ですね。大地震のこと第1段。去るほどに平家滅び、源氏の代になって後、国は国司に従い、将は領家のままなりけり。将上下安堵して覚えしほどに。同7月9日の日の午の刻ばかり、大地おびただしゅう動いてやや久し。関県のうち白河のほとり、六勝寺、皆破れ崩る。九重の塔も上六十振り落とし、特上寿院の33間の御堂も17間まで揺り倒す。皇居をはじめて在々諸所の神社仏閣、妖しの民屋、さながら皆破れ崩る。崩るる音は雷のごとく、上がる塵は煙のごとし、天黒うして、日の光も見えず、老少ともに魂を失い、長寿ことごとく心を尽くす。また、音極、金極も核のごとし、山崩れて川をうずみ、海に漂いて浜を浸す。渚こぐ船は波に揺られ、くが行く駒は足の立て度を失えり。大地裂けて水は切りで、盤石破れて谷へまろう。洪水、みなぎり来たらば、丘に登っても何度か助からざらん。猛火燃え来たらば、川を隔ててもしばしは三ぬべし。鳥にあらざれば空をもかけりがたく、漁にあらざれば雲にもまた登りがたし。ただ、悲しかりしは大地震なり。白河六波羅、今日中に打ち埋もれて死ぬる者、いくらということを知らず、四大種の中に、水火風雨は常に害をなせども、大地において異なる変をなさず、こたびぞ世の失せ果てとて、上下やりど、障子を立てて、天のなり地の動くたびごとには、声声に念仏申し、おめき叫ぶことおびただし、六七十、八九十の者ども、世の滅する何度いうことは常の習いなれども、さすが昨日今日とは思わざりし者と言いければわらんべどもは、これを聞きて泣き悲しむこと限りなし。現代語訳。さて、平家は滅亡し、源氏の世となった後は、国々は国司に従い、荘園は領家の、管理をするところとなった。人々は身分の上下の区別なく安堵の胸をなで下ろしていたが、同じ年の7月9日の午の刻の頃、突如大地震が起こって長時間揺れ続けた。都の白河のほとり、六勝寺は、六勝寺っていうのはですね、6つの、勝、勝利の勝という字が入るお寺で、具体的に言うと、宝勝寺、尊勝寺、円勝寺、西勝寺、上勝寺、円勝寺、この6つですね。この6つがことごとく倒壊をした。9層の塔も上の方の6層が崩れ落ちてしまった。また、特上寿院、ここは美福門院の御願寺ですが、ここの33間の御堂も17間までが振動により倒れてしまった。皇居をはじめとして洛中洛外の神社仏閣、あるいは民家などがことごとく壊滅をした。倒壊する音は雷のようであり、立ち上る塵はあたかも煙のようであった。天はにわかに
暗くなって日の光も見えず、老人も子供も恐れおののき、官人も民衆も、公務員も民衆もですね、すべて生きた心地はなかった。また本国も金国も遠い国も近い国もすべて同じような惨状であった。まあ日本国中が大変だったってことでしょうかね。どんだけの地震だったんでしょうね。山は崩れて川をうつめ、海は津波が浜辺を浸した。海上の船は波に大揺れとなり、陸上の馬は蹄を立てる場所もないありさまであった。大地は裂けて水が噴出し、巨岩は割れて、山上から谷底へ転がり落ちる。洪水が起きたのであれば丘に登れば助かるであろう。猛火が襲来しても川を隔てればしばらくは避けられよう。しかし鳥ではないので空を飛ぶこともならず、竜ではないので雲の上に登ることもできない。全く悲しかったのは大地震である。白川六原は言うに及ばず、都中で地中に埋まって死んだ者は数知れぬありさまであった。仏教でいう、四大種、まあ四つのエッセンス、地水火風ですね。この中では地水火、地火風は、地、ごめんなさい、水火風はいつも害を及ぼすが、大地においては特に異変を起こさない。この度こそ世の終わりであろうと、人々は戸や障子を立てて、天が鳴り地が動く度ごとに念仏を唱え、わめき騒ぐこと限りがなかった。60、70、80、90の老人たちも、末法の世とは言うものの、それが昨日や今日に迫るとは思わなかったと口々に言い合った。子供たちはこれを聞いてただ泣き悲しむばかりであった。非常にですね、私が見ている絵巻ではその地震の様子ですね、ですね、あの家の下から 家に押しつぶされている人や、それをですね引っ張り出している救助しているところとかですね、あとは木に、松の木にしがみついて耐えている様子とかね、赤ちゃんをね、抱えて逃げているお母さんとかですね、なんかなかなかリアルですね。これはですね、元暦2年西暦1185年7月9日正午の頃に大地震が起こった。正午の頃っていうとやっぱり火を使ってたりしそうですからね、大変ですね。さて第2弾、法王は今熊の五行なって、五行参らせ玉を折り伏し、五行っていいのかな、かかる大地震ありて、職へ入れ来にければ急ぎ見越し召して六条殿へ官御なる。愚部の苦行天上人、道すがらいかばかりの心か砕かれけん。法王は、南の庭に悪屋を建ててぞおわします。首相法蓮に召して池の右側へ行幸なる。中宮宮々はあるいは御輿に召し、あるいはお車に乗っ立てまって、御車に立てまって、他所へ行慶ありけり。天文博士急ぎ代理へはせ参りて、ゆうさり稲の国には大事必ず打ち返すべきよし、申しければ恐ろしなども愚かなり。なるほど。現代語訳、後白河法皇は東山の今熊の社へ月詣の御行をなさって、お花をお供えになっている最中にこの大地震にお会いになった。にわかに死傷者が続出をして汚れが生じたので、急いで輿に乗って六条殿にお帰りになった。御行に従った苦行や天上人たちは道すがらどんなにか肝を潰したことであろうか。法王は御所の南の庭に悪者を、張って、まあ、テントですね、その中に避難をしておいでになる。後鳥羽天皇、この人はもう今は6歳ですね、法蓮に乗って、まあ、天皇の乗り物ですね、内裏の池の右側に難を避けておいでになる。中宮や宮様方は互いに輿や牛車に乗って他の場所に避難をされた。天文博士が急いで参内をして、夜中の
イネの刻、午後の11時前後ですが、ここには必ず再び大地震に見舞われますと奏上をしたので、帝臣たちは一層己を悼ことであった。第3段。昔、文徳天皇の御を、御、えー、御、最高3年3月8日の大地震には、東大寺の仏の御頭を揺り落としたりけるとか、揺り落としたりけるとかや、また天行2年4月2日の大地震には、首相、御殿を去って常寧殿の前に五条の、なんて読んだっけこれ、五条の悪夜を立て、おわしましけるとぞ承る。それは城代なればいかがありけん。この後はかかることあるべしとも覚えず、従前帝王、帝都を出でさせたまいて、御身を海底に沈め、大臣苦行を囚われて、宮裏に帰り、あるいは首をはねて王女を渡され、あるいは妻子に別れて御流せらる。平家の怨霊によって世の薄べきよし、もしければ、心ある人の嘆き悲しまぬはなかりけり。現代の訳。昔、文徳天皇の御を、最高3年、西暦856年3月8日の大地震の際には、東大寺の大仏の御頭が落下をしたとか、また天行2年、西暦939年4月2日の大地震には、朱雀天皇は清涼殿を出て、常寧殿の前に五条の悪者、テントですね、を張って、その中におられたと聞いている。それは城代のことゆえ、今更述べることもできないが、この度の大地震は以後再び、かかる天災はあるまいと思われるものであった。確かに、貞観の大地震とかが結構、今回ね、東北で地震があった時に、それとの比較っていうのでやってましたけどね。さあ、続き。平安時代も大地震ありましたね。ですね、安徳天皇は都を出て、西海に、西の海に入水をなさり、平家のお都公卿たちは捕虜となり都に帰った。ある者は首を切られて、その首が王子を引き回され、ある者は妻子に別れ、本国に流罪の刑に処せられた。平家の怨霊によってこの世が滅亡するのだと人々が噂をするので、心ある人々で嘆き悲しむものはなかった。なるほどね、この天変地異は平家の怨霊だと、こういうわけなんですか。なるほどなるほど。さて、微妙にもう続きが読めそうな、読めなさそうな気がするんですけど。とりあえずでも、無理をしないでここまでにしておきましょうかね。おごれる者も久しからず、ただ春の夜の夢のごとし、たけき者もついには滅びぬ。ひとえに風の前の塵に同じ。さくり平家、さっくり読ませていただきました。牧野第12最終巻、大地震のこと、終わります。ありがとうございました。